内チンゲーにチンコついてたら内チンゲーじゃないじゃないすか。チンコなんてはしたないざますよ、タカ君。それとチンゲで止めんなバーガールーをつけろルーを。いやはや、ウサギ先生だったとはね。でもそれってあっちの毛があるってことなんじゃないすか。ねえよ、誰が男相手に立つか。あれあれ、だってあの先生だって見破ったってことは背中のトラちゃんが興奮したんでしょ。言ってたじゃないすか。よく言うだろ、それはそれ、これはこれってな。わけわかんないっすよ。じゃあ撤収の準備といきますか。ん？だってもういるだけ無駄じゃないっすか。はーい。あの、会心に来ました。ああ、はいはい、失礼します。うわー、ヤクザさん睨んでるよ。無理もないけど。じゃあ体温測りますね。あ、いいやそれ。だってほら、そんなんもう必要ねえじゃん。聞いたべ、先生がナイチンゲーだってな。あ、やっぱり知ってるんですね。ん？でも見た感じ顔はなんともないみたいじゃね。野波さんを怒らすとすんげえボッコボコにされんだけど、たまに骨折とかも。あ、大変でしたよ、もう。ひたすら土下座して。そっか。全部話すわけないわな。ゆうべのこと。俺にも謝ってくれよな。あんた探すのにどんだけ労力使ったと思ってんだよ。すいません。まあ、俺はそれなりに楽しめたからいいけどさ。あ、そうですか。それで話は戻るけど、ここにいる目的もなくなったことだしさ、そろそろ退院。痛え。は？痛えんだよ、鉄砲傷の跡がよ。ずっくんずっくんうずき上がる。うおー、痛え。我慢できねえ。あれから全然手当て受けてないんですか？ダメなんだわ、それが。組のお抱えの医者にも見せられない傷だから。ちょっと訳ありでね。ヤクザの世界は身内ほど侮れないものなのよ。冷てえな。目の前で人がこんなに苦しんでんのによ。俺は誰にも見てもらえず死んでくんだろうな。今見ますから待っててください。必要なものを取ってきます。あ、どっからちょっと。はあ、なんだこれ、文句でもありそうな目だな。いえ、別にないっすけど。俺の入院長引くんでしょ。うん、ふんか、物分かりがいいね。うずきです。大丈夫ですか？あれ、古谷さんは？便所行った。二人きりか。昨日の気まずさも加わって緊張も倍増。じゃあ傷跡を見せてください。消毒液が服につくのでシャツは脱いでくださいね。傷ちゃんと塞がってきてますね。この感じなら抜歯して薬を塗っておけばもう大丈夫だとは思うんですけど、痛みがひどいとなるとこれは。先生、下の名前なんていうの？え？まだ上のしか知らねえからさ、ピョン吉とか跳ねたとかだったら面白いけど。雪広です。あらら、意外と普通。ああ、でも雪広でゆきちゃんか。
ハイジに出てくる小ヤギと一緒だな。何気にそっちにも似ててぴったりじゃねえか。ハイジなんて見たことあるんですか？お、おお、あれとパトラッシュは今見ても感動もんだろう。なあ、ハイジ見ると腹減ってこねえか？あのパンとチーズとミルクがすっげえうまそうだよ。ああ、一番の見せ場はあれだよ、あれ。クララが立ったってやつ。僕、そのシーンよく思い出しますよ。担当した患者さんが元気に退院する姿を見たときは特に。先生の頭の中は患者のことでいっぱいか。そんなんじゃ恋人もやきもきすんだろ。ないですよ。そんな人はいませんから。へえ。じゃあ誰の気兼ねなく先生を今俺のものにしてもいいわけだ。はい。あんたを見てるとどうしてもよ、クララが立ったじゃなくて俺の何が立っちゃうんだわ。何が立っちゃうんだ、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 何が立っちゃうんだ。まさか二人っきりになったのは。あれ、古谷さんは便所行った。あれは嘘。痛えんだよ、鉄砲傷の跡がよ。ずっくんずっくんうずき上がる。あれもな、今頃気づいても遅かった。誰の気兼ねなく先生を今俺のものにしてもいいわけだ。で、出口はヤクザさんの後ろ。どこ行くんだ。やっ、おい先生。はい、一羽釣れた。穴がありゃいいんだよ。知ってっか、ヤクザの中にはムショに入ってから男に目覚めるやつが何人か出てくるって話。俺はムショなんか入ったことねえからわかんねえけど、掘られる方も慣れると結構ハマるらしいぜ。ハイジなんて見たことあるんですか？少しくらい嬉しそうな顔しろよ、クソが。しょうがねえな。じゃんけんして先生が勝てば逃がしてやるよ。そん代わり俺が勝ったら諦めて服脱げよ。行くぞ。じゃんけんポン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 。こんな散歩にまで付き合わせてすいませんね。オペや他の仕事で忙しいでしょうに。いいえ、今は空いてますから。でもほら、先生、ヤクザの患者担当してるんですって？無茶言われたり大変でしょう。怖くありません？ええ、まあ、怖いといえば怖いですけど、思ったより悪い人ではなさそうですよ。行くぞ。じゃーんけーんポン。グーだ、ドだ、チョキ。もう一回ぐらいなら勝負してやってもいいぞ。じゃーんけーんチョキ。ポン。よっしゃ、もう一回じゃんけんパー。ぐてめえ、舐めてんのかこら。すいません。もう一回だけだぞ。じゃんけん。
先生が笑ってる。あの人ちゃんと笑えるんすね。いつも青ざめてびくついてるか、引きつり笑いしかしてなかったもんな。初めて見た。勝った。俺は2回見てるぞ。何気ないアニメ話で盛り上がった時に軽く一回と、俺じゃねえ他人に向けて満面の笑顔で微笑んでる今のやつで2回。寒くありませんか？いいえ、気持ちいいです。なあ、タカ君。どうやったらあれ、俺のもんになんのかな。重症。野波さんが誰に惚れようが勝手っすけど、あんま夢中になりすぎないでくださいよ。俺は別として、下の連中にそれが理由でそっぽ向かれたらどうすんすか。ただでさ、今組の中に野波さんを潰そうとしてる人間がいるってのに。俺くらい大物になるともう大変。真剣に言ってんす。今度また鉄砲玉飛んできたらアウトっすよ。熊田から連絡あったか？いえ、何も。そうか。谷重、野波が病院に入り浸ってるって？あいつの射程が一人入院してるのは聞いたかな。その射程をだ、うまく使って目当ての女に会いに行ってるって話だぞ。どうりで最近店に来てくれないと思った。やだショック。ちょっと村上さんの前で失礼よ。あ、ごめんママ。あいつは女の方から寄ってくるから昔から不自由したことがねえ。だから自分から入れ込むなんて話はあまり聞かねえんだよ。なあ、その目当ての女ってやつ、ちょっと見てみたくねえか。Thank you.